北京金融街北京金融街は中華人民共和国北京市の都心西部の最上区にあるビジネスセンターである南北の大通りである金融大街と復興門北大街に沿った35の街区にビルが立ち並んでいる金融街に立つシンボル春秋戦国時代の貨幣布下を模したもの北京金融街の範囲は南は復興門内大街北は 岡西門内大街、西は復興門北大街、東は太平橋大街に囲まれた地区で、風ンなど、北京城内の昔からの市街地があった地域を再開発して建設されている。北京市政府の計画により、銀行、証券、保険などの金融機関の本社や北京市社が、北京市街の西にあたる、この場所に集められており、しばしば中国のウォール街と呼ばれる。 また、中国の中央銀行である、中国人民銀行、金融業を監督する中国銀行業、監督管理委員会、中国証券監督管理委員会、中国保険監督管理委員会も、この金融街にある。その他、ビジネスマン向けのホテルや、ショッピングセンター、高級マンションなども揃う。復興門北対外沿いには、純正公園という噴水や広場のある、 緑地公園が南北に続き憩いの場となっている。ツインタワーから見下ろす中央公園中央公園の噴水復興門から見る北京金融街北京市政府が1990年代初頭に策定した都市計画案北京城市総体企画の中でこの一帯は金融機関や監督省庁を集積させることになっていた。1993年には この計画を中華人民共和国国務院が批准し、1994年から一帯の旧市街地を取り壊して、公園や高層ビルなどが建設された。北京金融街の設計、開発は北京金融街建設開発講師や持ち株会社の金融街空港保険有限会社が行っている。また、アメリカの設計会社、スキットモア・オーイングズ・メリル社と ZH。 景観設計を行うスワグループランドスケープアーキテクツが北京金融街の内中央公園を中心とする外区の都市計画ランドスケープアーキテクチャー建築デザインのガイドライン策定を行い2008年に竣工している中庭を囲むような建物の平面計画はフートンの四合院建築を引用したものである北京金融街は主に中国の国家級の 金融企業、監督省庁が集積し、第2の金融街である、市街地東部の北京商務中心区には主に海外の金融機関を集積される様子見分けを図っている。さらに、市街地南部の豊田区の麗卓商務区や、市街地北西郊外の海予区の中間、村西区などに、先端的で高度な金融ベンチャーが集積する地区を建設する計画も進んでいる。 北京金融街自体も西二環路を越えて西三環路まで拡張し現在の1.18平方キロメートルから4.77平方キロメートルへ拡大する計画が2008年に発表されているがこれに伴い路人の住んだ八道湾風ートンの急遽の保存が危ぶまれている最寄り駅は北京地下鉄1号線と2号線の復興門駅2号線の岡西門駅 ありがとうございます。